34。私はその夜10時過ぎに先生の家を辞した。 2,3 日うちに帰国するはずになっていたので、席を立つ前に私はちょっといとまごいの言葉を述べた。また当分お目にかかれませんから。9月には出ていらっしゃるんでしょうね。私はもう卒業したのだから、必ず9月に出てくる必要もなかった。しかし、暑い盛りの8月を東京まで来て送ろうとも考えていなかった。私には位置を求めるための貴重な時間というものがなかった。まあ、9月頃になるでしょう。じゃあ、ずいぶんごきげんよう。私たちもこの夏はことによるとどこかへ行くかもしれないのよ。ずいぶん暑そうだから、行ったらまた絵はがきでも送ってあげましょう。どちらの見当です？もしいらっしゃるとすれば、先生はこの問答をニヤニヤ笑って聞いていた。何、まだ行くとも行かないとも決めていやしないんです。席を立とうとした時に先生は急に私をつらまえて、時にお父さんの病気はどうなんですと聞いた。私は父の健康についてほとんど知るところがなかった。何とも言ってこない以上悪くはないのだろうくらいに考えていた。そんなにたやすく考えられる病気じゃありませんよ。尿毒症が出るともうダメなんだから。尿毒症という言葉も意味も私にはわからなかった。この前の冬休みに国で医者と会見した時に、私はそんな術語をまるで聞かなかった。本当に大事にしておあげなさいよ、と奥さんも言った。毒が脳へ回るようになると、もうそれっきりよ、あなた。笑い事じゃないわ。無経験な私は、気味を悪がりながらもニヤニヤしていた。どうせ助からない病気だそうですから、いくら心配したって仕方がありません。そう思い切りよく考えればそれまでですけれども。奥さんは昔、同じ病気で死んだという自分のお母さんのことでも思い出したのか、沈んだ調子でこう言ったなり下を向いた。私も父の運命が本当に気の毒になった。すると先生が突然奥さんの方を向いた。しず、お前は俺より先へ死ぬだろうかね。なぜ？なぜでもない。ただ聞いてみるのさ。それとも俺の方がお前より前に片付くかな。大体世間じゃ旦那が先で、細君が後へ残るのが当たり前のようになっているね。そう決まったわけでもないわ。けれども男の方はどうしても、そら年が上でしょう。だから先へ死ぬという理屈なのかね。すると俺もお前より先にあの世へ行かなくっちゃならないことになるね。あなたは特別よ。そうかね。だって丈夫なんですもの。ほとんど患った試しがないじゃありませんか。そりゃどうしたって私の方が先だわ。先かな。ええ、きっと先よ。先生は私の顔を見た。私は笑った。しかし、もし俺の方が先へ行くとするね。
そうしたらお前どうする？どうするって。奥さんはそこで口ごもった。先生の死に対する創造的な悲哀がちょっと奥さんの胸を襲ったらしかった。けれども再び顔を上げた時はもう気分を変えていた。どうするって仕方がないわね、あなた老少不浄っていうくらいだから。奥さんはことさらに私の方を見て冗談らしくこう言った。